第26回オートレースグランプリ、いよいよファイナリストが登場となります。第12レースの出場選手をご紹介いたします。1番青山周平、2番早川誠太郎、3番永井大輔、4番伊藤信夫、5番荒尾聡、6番小林瑞希、7番中村雅人、8番加賀谷武明です。それでは優勝戦の思想をご覧ください。オッズパーク杯 SG 第26回オートレースグランプリ優勝戦出場選手でございます。12レース優勝戦の思想をご覧いただきました。オート界にもいる愛されキャラのビッグボス、オールスターの無念をここで晴らすか、加賀谷武明。以上のメンバーで優勝戦が行われます。どんなドラマが待っているのか、早くも興奮のるつぼとかす伊勢崎オートレース場。人気の中心は現ナンバーワンの青山周平、早川の悲願はどうなのか。10秒を切りました。ブルーランプ消えていきます。5秒を切って3秒前、
SG オートレースグランプリ優勝戦スタートしました。今週のスタートセンターから4番の伊藤の猛攻スタートを切った。ほぼ横一線で1コーナーを迎える青山周平、そして早川聖太郎も2番手後位につけた。内から5番の荒尾が粘っている。3番長井が抑え込んで3番手キープ。外を回る4番伊藤、内から荒尾、3番手が長井と荒尾が競っている。先頭が青山周平、2周目に入った。逃げている1番の青山周平、2番手が早川聖太郎であります。ピタリと張り付いている2番の早川聖太郎、早くも地元両者抜け出した。3番手車間が空いている3番長井、4番の伊藤信夫、場内は早くも大歓声に包まれています。まだ8周残っている。1番の青山周平がそのナンバーワンの力で抑え込みに入るのか。さあ早川の前輪がかかりそうだがまだいけない。2番手が早川聖太郎、さあ今日は全身全霊でいくと誓った早川聖太郎、このまま黙っては終われません。残り7周回、3番手が長井、4番手が伊藤信夫、この2人も追いついてくるでしょうか。3番長井も久々の SG 平和がかかっている。伊藤信夫が4番手、この大会思い出の大会の2人が3、4番手でありますが、前の2人地元の者が依然後続を離している。残り6周回、後方荒尾以下は置かれました。完全に2人の勝負になったのか、青山周平かそれとも早川聖太郎か。これまで SC で2着が4回ある。早川聖太郎、いずれもその時は前に青山周平がいました。またしても立ちはだかるのか青山周平。残り5周回、青山先頭追っていく早川聖太郎、このままで終われないぞ。前輪がかかりそうでかからない。青山がそのテクニックで抑え込んでいる。それでも早川が必死に追ってくる。さあ仕掛けるか、まだ仕掛けられない。残りは4周回、徐々に3番長井と4番の伊藤も前に迫ってきている。完全に前の容赦が後続を離している。青山先頭だ、2番手が早川聖太郎、現ナンバーワンの力でまた跳ね返すのか。早川2番手、3番手が長井大輔、残り3周だ。さあ終盤戦に向かっていく青山周平だ。またしても青山周平なのかそれとも早川か。このままでは絶対に終われないぞ。早川聖太郎、3番手が長井、4番手が伊藤の棒、まだドラマは待っているか。残り2周回、終盤戦に入っていく青山周平が先頭だ。 SC2 度目の完全分野封じるのか。青山が先頭だ。さあ早川聖太郎、万感の思いを胸に仕掛けるか。2番手が早川、3番手が長井大輔であります。さあ行くか、行けるか早川聖太郎、ここで入れるか。インコース狙っているがどうだ。ブルーフラッグ入った、入った。早川が捉えた、早川が捉えた。並んだ並んだ、もう1回青山周平だ。2番手交代、早川聖太郎刺したが差し返しました。これがナンバーワンの力なのか。早川またしても2着か。青山周平だ、ゴール。